皆さん、こんにちは。今日はですね、iOS 6に皆さんダウンロードしましたか？そのダウンロードした際に、Google マップアプリが今まであったんですけど、そちらがなくなって、こちら、Apple の Google マップに、じゃなく Apple のマップになってしまいました。それで、そのマップが非常に使いにくいということで、前からね、かなり前からネット上で不満な声がいろいろ上がっています。今回はその iOS 6にアップデートした人たちのために何か代わりになるアプリを紹介したいと思います。今日紹介するアプリは2つ紹介したいと思います。まず1つ目はこちらです。 Yahoo ロコ地図というわけで、まあ Yahoo の地図ですね。開いてみましょう。はい、まあ、六本木が出てきますね。はい。まあ、こちら、Google マップとほとんど変わりません。機能もね。ちょっと地図が違うだけでも、ちゃんと路線図とかも書いてあって、また、設定などで、ログインをすることもできます。まあ、僕はね、Yahoo Japan ID を持っていないので、しても意味ないんですけど、また、ここの地図変更で、写真とい、あ、間違えちゃった。地図で、写真とやると航空写真がこのように出てきます。まあ、ちゃんとね、航空写真も、ちょっと読み込みが少し遅いですけど、まあそんなに気になりません。しかもね、かなり、そんな画質も悪くなくいいと思います。普通に地図とね、戻しますしね。まあ、というわけで、あともう一つ、こちらナビ機能もついております。こちらのアプリは無料です。あともう一つはですね、このようにサファリで Google Maps と検索し、Google マップを開いて、そちらをでアクセスすることです。このようにホーム画面に追加して、それで使うという方法があります。まあ、サファリのね、Google マップは、このモバイル版のね、Google マップはかなりいいと思います。で、とりあえずこれをホーム画面に追加しましょう。ホーム画面に追加する方法は、こちら、なんか箱から飛び出しているような感じのここを押して、で、ホーム画面に追加というボタンを押します。そうすると、Google マップというふうに出てきて、まあ一応これは Google マップって感じでいいでしょう。で、そちらを追加ボタンを押します。そうすると、このように追加されました。開いてみると、普通にできます。はい。というわけで今回は、こちら iOS 6の Apple 製のマップ、こちらに困っている人たちのために、何か代わりになるようなアプリや、その他もろもろを紹介しました。今日はここまでです。皆さん、さよなら。